原義道は慶応3年1867年、須坂藩士原耕作の長男として須坂に生まれました。旧制第一高等学校から東京帝国大学英法学部、現在の東京大学法学部を首席で卒業。国の農商務省に入省し、当時の陸奥宗光大臣やその後首相となる原敬とも親交を深めました。しかし明治26年1893年に農商務省を退官。大学時代からの念願であった弁護士として開業し、民事訴訟の花形弁護士として活躍しました。明治44年1911年には東京弁護士会会長に就任するとともに、三井銀行や三菱銀行などの法律顧問などを務め、その一方では東京大学などの教壇で商法を教えました。昭和2年1927年、田中義一内閣の司法大臣として在野から異例の抜擢で初入閣。昭和5年1930年、法相辞任後は中央大学学長として法律の中央といわれるその基礎を作りました。昭和15年1940年には近衛文麿の後任として枢密院議長に就任。日独伊三国軍事同盟に反対するなど、太平洋戦争回避に尽力したといわれています。昭和19年1944年、戦時下において枢密院議長在職中のまま死去。77歳の生涯を閉じました。原義道はその偉業から男爵として家族に列せられましたが、戦後家族制度が廃止されたことから日本最後の家族となりました。我が国の近代放送界の基礎を作り上げた人物が須坂出身であることを、私たちは今一度しっかりと見つめていきたいものです。